大田高速は日本の政治家。元愛知県北名古屋市議会議員。2006年に四勝町と合併し廃止された西春町の最後の町長。当時の全国最年少町長でもあった。1968年4月12日、愛知県西春外郡西春町に生まれる。愛知県立西春高等学校を経て、名城大学法学部卒業。 1999年、西春町議会議員に初当選。2002年自由民主党愛知県連青年部長に就任。2003年、西春町議会議員に再選。2005年12月2日、上野正夫町長が自殺しているのが発見される。これに伴い、2006年1月17日告示、22日投開票で町長選が実施されることとなった。 告示2週間前の1月12日、大田が立候補を表明。そうでもないため無投票当選の観測も流れたが、翌13日、上野の妻、つよし子が出馬を表明し、2点3点の末選挙戦に突入。わずか2ヶ月後に合併を控える、中原駅長長が自殺するという異常事態の中、戸部ら合戦の様相を呈した選挙戦だったが、 22日の投開票の結果、大田が初当選した。当日有権者数、人最終投票率 34.、34.59%、両者とも、全庁長が進めた、改革路線の調整の継承を訴えて想定は見当たらなかったことに加え、4月には合併後の新市長選も予定されていることから、有権者の関心は最後まで高まらず、 投票率は前回選挙時を大きく下回り、同町長選では過去最低となった。ちなみに、大田は当時全国最年少の町長となった。任期は西春町が四勝町と合併し、北名古屋市になるまでの57日間であった。3月12日、西春町文化勤労会館で閉庁式が開かれ、西春町は100年の歴史に幕を下ろし、同月20日。 市活長と合併し、北名古屋市が発足。大田は、初代市長が選ばれるまでの間の市長、職務執行者に就任したが、北名古屋市議会議員選挙に出馬するため、合併初日の1日限りで辞職。大田は、市長選に出ると見られていたが、市として一つになった以上、あえて球長の間の戦いという色を出すことはないと、身を引くことにしたと話し、市議選に出馬。 23日の投開票の結果、トップ当選。2007年5月、会派、市政クラブの幹事長に就任。2009年5月13日、市議会議長に就任。2010年4月18日、再選。2014年4月20日、参選。2015年2月13日、愛知県議会議員選挙への立候補を表明。清須市、北名古屋市、 西春井軍選挙区は発揮32年の実績を誇る自由民主党の水野富夫が当選し続けており、水不王国とも言われていた。太田はかつて水野の秘書を務めており、自民党の中で太田と窮地の市議がいたことや、水野への多選批判などもあり、保守分裂の指定対決と色を付けられたが、身内から対立候補が出るという緊急事態への危機感から、 水野陣営は、講演会組織や保守系を支持する有権者を固め、旧西春町議を含めて、通算で議員40年の実績や信念を全面に、訴え、水野が、指定対決を制し、急戦を勝ち取った。世代交代を訴えた、大田だったが、市議を務めた北名古屋以外での知名度の低さから票を、伸ばせず、時点で落選した。2018年4月15日、 北名古屋市長選挙に立候補するも、現職の長瀬多摩津に423秒差で落選。当日有権者数67,846人、最終投票率46.12%。ありがとうございます。